Yeah. テンション上げていきましょう。FEC チューンド 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 FEC チューンド。さあ始まりました。デコボコトラベリングのビッグスモール、僕らデコボコトラベリングの帰りとお送りします。はい、お願いします。ってことでね、あのバイトの方、お仕事の方、学校の方、お疲れ様です。今日も1時間生放送でお送りいたします。よろしくお願いします。やってきますよ。ということでね、もう始まりました。もう1週間も長いような短いような、そういう感じですけどもね。そうだね、なんかもう気づけばもう1週間みたいなね、あのね、まだまだ台風来そうですよね。だからね、なんか、ね、なんだっけ、22号だっけ、そう、発生するらしくて大変ですよ。でもなんかね、沖縄に当たらないんじゃない、そうだ ね、でもさ、あのやばいね、今災害とかもいろいろありましてね。そうだね、大変だと思いますけどね。ちょうど結構ね、危ない時期というかね、いろいろだってさ、最近も宜野湾、沖縄でだからいきなり台風来たっていう情報あったさ。あー、なんか台風が、そうそう、はいはい、いきなり発生した、気づいたらね、こういうのって台風だったみたいな。あんまないやんに、これでさ、もし暴風警報とかなってたらさ、もうやばいやんに。いやいや、やばいやばい、誰もが分かってない、もう勉強とかやってるから、学校の時間、だって前の時もさ、俺だってバイトをやってて、バイトやってる、バイト出勤前に、はいはいはい、ちょうど12時過ぎぐらいかな、ね、めっちゃ風強いなと思って出勤して、でちょっと休憩時間に携帯触ったら、はいはい、あの気づいたら12時頃にもう、台風警報が、台風が発生してましたみたいな。これやばいですよね。だから今、温暖化とかいろいろあるのかな、なんか問題とかもあったりするのかな。まあそうだね、やっぱね、熱帯低気圧、そうそうそう、んだっけ、ね、みたいなのが台風になるらしいから ね、みんなできれば息をしないでください。いや、おかしいだろ、ね、あの二酸化炭素とか、全員死ぬやダメか、確かにみんな死んだら多分自然が豊かになるかもしれないけど確かにな、ですか、いろんな意味で良くなるかもしれないけど、地球的にはね。まあ、あの両党ちょっと悲しいことがありまして、最近どうした急に。うちのお母さんがですよ、よくラジオ聞いてるんですよ、はいはい、で、お前はあんまりラジオ向いてないとお前の喋りはダメだとめっちゃお前もうラジオする価値がないと、そんなに言われた。相方に言っとけって言ってました。俺にな俺にな、やば、お前の親に俺そんなこと言われてん、悲しくて。いや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 、なんで急にそんなこと言われてんの。やば、そういうあのノリをやってみたくて。どういうことだろそれ。いやいや、本気でショックだったわ今本気でへこんだわ今。そういうね、あのネタがあるのです。いやいやいや、ないよないよそんなネタ、はい、初めて聞いたわお願いします。いや、お願いしますじゃねえだろ。でもいいさ、帰りはだってまたあるでしょ、大学生だから、お帰国だからさ、休み今あるさね。はいはい、夏休みどうお過ごしですか。いや、夏休み始まったばかりでしょ。いやいやいや、もう1ヶ月以上経ってるわあ、そうね、でもまだあるさ、高校生とか中学生より。いやいやいや、来週で終わりだから。あ、すいませんね。なんだわこれ、ね、来週で終わりだわもう。俺10月までって感じするんだよな。いやいや、全然全然、もう9月の後半から始まりますよ。あ、全然全然なのね。え、全然前世みたいに言うね言っていいよや。はい、始まりました。なんかこれこれなんだば、本当に自分で突っ込んだ時はちゃんと押す。いや、分からん分からん分からん、その流れが分からんからさ。あのさ、でもさ、最近オナニーしてる、どういうことかなあのさーからつなげる話じゃないからさ俺さ、めっちゃあれがあって、まあ、アダルトサイト、最近俺好きなアダルトサイトあったんですよね。一発目からするね、その話、でも本当に悔しくて、2時間ぐらいのアダルトサイト、もう2時間ぐらいの動画がいっぱい
載ってる、いっぱいね、もう全編載ってるやつね、サイトがあったんですけど、はいはい、サーバーダウンしてガチ？あの見れてないんですよ最近、だから俺10分ぐらいの動画しか見れなくて、俺本気で最近ゲオでしょっちゅう DVD 借りる。いやいや10分ぐらいのやつ我慢しれよ別に。ダメ。いや違うなっていうか、そもそもあの AV はお金払って買って、いや、うん、会員登録も YouTube してるのもあるけど、そうそうそう、あちゃんと歓迎してるわこいつ。会員登録も DMM.com とかもやってるけど、 DMM.com ね、そうそうそう、はいはい、高いから一回あの安い、あいいアダルトサイト見つけたからやったんだけど、はいはい、すぐサーバーダウンしたから、やっぱりお金払わないといけないんだなと思って、ね、うん、ちゃんとね、やっぱ AV 出てる人にもね、そうそうそう、お金歓迎しないと ね、でもさ、あの、うん、ゲオの DVD も結構高いのわかる？あーそうなの、いくらぐらいなの今？だから200円ぐらいするのよ、ね、あーそっかそっか、あのどうしても隣のトトロとかいろんなこうドラマとかだったら普通にも100円とかなんだけど、新作以外だったら、あそうだね、でももう高くて、もうAV は違うわけ、AV は値段違うんだ、AV は値段が違う、知らんかった、ちょっとね、へえ、大変なのに、はいはい、あーそっかそっか、でもね基本ね DVD とか俺100円100、うん、いくらかっていうイメージだから、あーそうだね、でもさ、はいはい、あれさ、あのちょっといいのは前も言ったんだけど、うん、あの昔はよ、俺中学校の時はよくやってたのが、だから、はいはい、お母さんがいつも土曜日にモアイ行くから、うん、俺と妹しかいなくて、だから DVD 借りなさいって言っていつもゲオ寄ってもらってたの、ね、あはいはい、で、その時はあのお母さんがカード持ってたから、そうだよね、うん、で、俺だから隣のトトロとかクレヨンしんちゃんとか後ろはちょっとなんて言えばいいんだろう、 AV でもいろいろ種類があって、ちょっと濡れ場シーンのドラマみたいなのがあるわけ、R15 期みたいな、あーはいはいはい、はい、そう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 、でそれとかを後ろにやって、あの店員さんに持って行ってた、持っていかすな、そうそう、今の時代はさ、だってもう自分で P でしょ、あもうまあまあ、親のカードとか使って、そうだね、だからアダルトコーナーし忍んで忍び寄って、でで自分でピーピーピーって計算して、だから、はいはいはい、なんかいい世の中になりまして、ね、まあセルフレジになったからね、確かにもうセルフレジになったらね、もうこの身分証明とかさ、どうにかこうにかさ、隠せるというか、うん、できるからね、そういろいろあるのよね、まあそこをどうにかしたよね、そうそうなのよ、あのだからさ、それを分かち合いたいな、この沖縄の人たちで、うん、っていう思うこの10分間です、この10分でそれ伝えたかったんだ、はい、お前は。でもあのイヤピッピさんが今コメントして、私の彼氏 DMM のサンプル動画で十分だし、一応さ、うん、この気持ちは分かるわけ、分かるんだ、あの DMM とかさ、こう予告だけちょっとサンプルがある動画とか、5分ぐらいのやつだよね、あれちゃんとね、あの見たいように作られてるから、映画の予告と同じように、はい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 、見たいように作られてるから、いいところで切ってね、結構いいところで切ってるから、はいはい、もうとってもあのいいですよ、これもサンプルもおすすめ、でもそしたらサンプルだけじゃちょっと抜けなくない？お前が2時間必要って言うから、まあ違う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 、あれさ、あのもう学校だ、あと3分で学校だ、でもオナニーしたいなって、うん、ないだろそんな時は、30秒ぐらいだから、あのサンプル30秒見てすぐ拭いてすぐ学校行く、いや早漏すぎるだろまあでも早漏がほとんどですから、最近早漏がほとんどですから、言うな、こんなエロ話していいのこのラジオは、お前が始めたんだろこれは、いいんです、いいばいいんだいいんです、ありがとうございます。で、カイリーは何かあります？この1週間の出来事で。この1週間はね、ね、何だったか、何か話そうとしてる。あ、そうですか。何も言ってんよや。まだ何も言ってんだろ、俺。何も言ってないですか。いや、もうね、だからそう。まだ学校じゃないもんね。学校じゃないんだけどね、うん、まあまあ、割と忙しい生活を送ってましてね、一応。おお、そうですか。俳句とか書いたり。書いてないな。海で行ったりしてから。いやいやいや、詩人だと思ってる俺のこと。詩人じゃないんですか。違いますよ。あ、ちゃんとしたあの人ですか。いやいや、お前今詩人の人ちゃんとした人じゃないと思う。いや神様さ、今の言い方。俺だって どれだけあの救われてきたから、お前キム呼んだことあるか、お前キム。分からんキム。分からん。お前よくあのビレッジヴァンガードとかによ、はがきぐらいのこの、うん、はがきなんだっけ、はがきによ、はい、あの写真にあの文字が書かれてて、はい、なんかグッてくる。あーまあまあまあ、あるよないとし、ね、俺も家のトイレにさかけられてるわけよ、うん、お前なんて書かれてんの、なんだったか待って、全然思い出せん、俺めっちゃ好きなのがあったんだけど、一応ね、多分帰りのトイレに書かれてる詩は大体浮かんでくる、あーないない、夢はでっかく、チンコもでっかく、なわけあるかや、相田みつお、相田みつお書かんよや、おいチンコの話書かんだろ、みつおってちゃんと、あでもさ、あの俺が
このいつかな、先月先々月ぐらい行った店で、トイレに飾られてた、やっぱりお店にも飾られてるからな、居酒屋とかがあるんだけど、それすごい好きで、あの、あのおっぱいのあの乳ね、あー、乳、うん、乳は何だったかな、なんかこのおっぱいの乳と読む、でも乳はお父さんの乳なんでだろうみたいな詩が、ごめんなさい、クソな居酒屋だなお前どういうところ行ってんだお前、父と読むけど、うん、母にあるみたいな感じの詩、うわ安っぽ、よくない、なんかまあまあまあ、うん、俺は好きだね、俺でちょっといいなと思って写真撮ってツイッターにあげたから、うん、にりついてくれ、じゃあ一応2人は見てくれてるからいいじゃん、うん、ちゃんと2人は見てくれてます、 にりついてくらいだったから、いい、こういう感じ、まあそれぐらいのまあやつだろうなと思っていや俺はこういうしょうもないの好きだから、いやまあ一応気持ちはわかりますよ、うん、だって、そうそう、でもあのあれですね、本当にもうなんかもう全然話変わりますけど、最近本当に可愛い子増えてますからね、この世の中急にだね、あ、めっちゃだから俺よくなんかインスタグラムとかさ、はいはい、よく見るんだけど可愛い子めっちゃ多いな、俺だって本当に、確かに最近マジで恋したいなって思う時期あるもんだってさ、はいはいはい、まあね、なんかさ本当に、うん、支える人が欲しいな、支える人、支えてくれる人、ね、人が欲しいな、確かに思うな、いや俺もだからさ、すごくそういう女性の、おい聞けよ、ごめんなさい、ごめんなさい、おい寝んな寝んな、なんで人の話の時に寝るこの人すいません、よくないですよね、もうダメだよ亮太って言い聞かせてる、こいつ怖いな、なんかすごいね、人格2つぐらい持ってる、4つは4つあるんだ、すごい、5つあったら俺が最近ハマってる第5人格っていうゲーム、いやいやいや、知らん知らん、そう、第5人格っていうゲームがね、知らん知らん、今日俺あのツイッターでツイッターでも拡散したの、あげたんですけど、あの、そう、FM ギノワ始まりますよの下にその画像を載っけたんですけど、自分が好きなものをね載せてからね、最近ハマってるね、第5人格っていうゲームがあります、あ、ゲームなの、そう、ゲームゲーム、おお、ゲームで、まあ、サバイバーが4人、まあ、逃げる、逃げる人がね、サーバーがいるのね、ちゃんとねサーバーがっつったらなんかこのあのね、あの、あ、ね、パソコン回路みたいになっちゃう、あ、回路ね、あ、そうですね、あのサバイバーっていう ね、 サバイバーね、逃げる人が4名いて、うん、いるんですね、でこの追っかけるハンターっていうのが1人いて、うんうんうん、で4対1でやるんだけど、うん、ハンターはサバイバーを見つけてこう2回殴って気絶状態にして椅子に吊るわけよ、あ、分からんな、なんじゃこれ、そして時間が経ったらもうサバイバー飛んでいくわけよ、でその4名のうち3名を椅子に座らして飛ばしたらハンターの勝ち で、うんうんうん、で4名のうち3名が逃げれればサバイバーの勝ちだけよ、でサバイバー一人一人能力があって、そっか、そういうゲームあるんだ、でハンターも一体一体能力があってさ、はいはいはい、おもろいな、それでその追っかけっこするっていう、これは飽きない、大丈夫、いや全然飽きないね、ほんとに、あ、じゃあおすすめっていうゲームですね、いやめちゃめちゃ面白い、ほんとに皆さんぜひね、引用リツイートしてからね、うん、あのインストールしてみてください、そうそうそう、今からどんどんね、はい、このサバイバーも増えてくるし、ハンターも増えてくるし、うん、エリアもね、このステージもいろいろ増えてくるし、どんどんね、でっかくなるってことですね、そうそうそう、そういうのがやるから、ほんとにそういうゲームもまた、いやまあ今進歩してますからね、昔はだって俺モバゲーやってたもん、ガラケーで、あー俺もやってた、あの釣りゲームとかね、はいはいはい、あの怪盗ロワイヤル、あー懐かしい、やってましたね、怪盗ロワイヤルめっちゃやってた俺、いろんなのやってましたよ、だもう今はもうほんと時代進歩してるからね、相当、いや相当進んでるよマジで、ゲームに関しては、今の時代はね、マジで本当に、だってさ、あの通信ゲームとか、この何ね、あの荒野コードとか、あんなのすごいもんね、いやだって普通携帯でできないもん、できないもん、あんな、うん、もう時代がね、どん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 進歩してますからね、いやいやマジですごい、ということでちょっとコメント読みましょうか、ちょっとシュプリームさんから DM が来てるんで、オッケー、じゃあ俺読んどこうね、はい、ヤビピさんこんばんは、で、おやすみ、あ、笑い劇場行くよ、早いですね、あざます、あ、ぜひ来てくださいね、あ、ありますね、シュプリームさんこんばんは、こう今夜は六本木の探偵バーより、主張してますってこと、探偵バーってよ、探偵バー、あ、やっぱさ、こういうバー多くなってきてますよね、だから那覇とかでも、那覇にあったかな、あのなんか脱獄バーみたいな、このなんていうの、なんかなんていうの、留置所みたいなバーがありますよね、あ、ガチャピーさん、ひろみさんね、こんばんは、差し入れたけど帰りました、だけして帰りました、あ、すいません、ありがとうございます、ひろみさん、はい、シュプリームさんからの DM、 あの探偵バーに行ってきたみたいですね、探偵バーね、探偵バーってだからね、うん、こういう、なんで、どういう感じなの、探偵ものバーなの、うん、
なんかすごい今写真見てんだけど、わかる、なんかこっち下にさ、ほら、こう写真とか銃、あーなるほどね、バーに銃みたいなやつ、銃とか、うん、でほらこのトイレにこの探偵求むみたいな、あの新聞の切り抜きみたいなのかな貼られてたり、もう探偵はバーにいるっていうジャケットあったり、で奥さんの写真があったり、で最後にコメントで探偵バーだよ、童貞バーだよ、どっち童貞バーだよって何、こっちではパンイチバーじゃないよって書かれてる何言ってんだこの人、リアルな探偵さんがバーテンらしい、すごいね、浮気調査のノウハウを聞いたからこれで安心ということで、シュプリマさんは近いうちに嫁に殴られるでしょうということで、怖いですね。でも本当にさ、だ探偵っているもんね、本当にね、浮気調査とかさ、そうそうそう、すごいらしいね、結構お金かけてから、だからもう、なんな、な、え、もう半年間ぐらいずっとその人つけてからね、えめっちゃすごいらしいね、うん、なんか楽しそうではあるよね、うん、なんかさ、アメリカとかのさ、うん、番組とかでその、あーわかるぜ、あの、このね、あのアメリカだからこそよくやる、そうそうそう、許されるんだなと思うけど、うんうん、相当さ修羅場になるじゃん、そういうの、そうね、世界丸見えとかでね、俺は違うよ、 この日だけあれ女の子がいただけだよみたいな感じで、うん、あのカメラマンがこう一生懸命、そうそうそう、めっちゃチーターズ、あ、チーターズ、そうそうそう、チーターズ、そう、これやばいっすよね、あれめっちゃおもろい、本当にすごいなと思う、これ、あ、これやばいっすよね、俺これた好きだった、あの小学校の時よく見てたわ、めちゃくちゃすごい、世界丸見えとかでやってましたもんね、そうそうそう、え、やば、やば相当ですね、やっぱこれ、いやでも本当にそれぐらいの修羅場になるから、マジで、でも面白いの作るってやっぱ命かかるんですね、やっぱそれぐらいのリアルを届けてるってことよね、確かにね、コウタ君がね、最近デコボコトラベに会えなくて寂しい、でもお笑い劇場でやっと会えるということで、コウタ君そうですよね、最近会えてませんでしたからね、そう、今週お笑い劇場あるんで、ぜひね来てください、よかったら来てください、よろしくお願いします。ね、あの先、うん、これ言っていいのかな、あの RBC さんでですね、はい、言っていいのかなって、今までバンバン言ってただろ、ごめんごめん、言っていいのかな言っていいよ、もうあの RBC さんで僕たちラジオやってるんですけど、はい、あのなんかカラオケ大会あるじゃん、あー、あるらしいね、で中地が歌うらしいわけらしいね、そうそうそう、楽しみって言えば俺全然関係ないんだけど、あの昨日やった、いやー、確かにカバルの実行委員会の中地がね、そうそう、中地がね、あ、カマルの中地、僕たち芸人のね、 RBC のね、ちょっと特番がありまして、え、ちょさ、あの音楽的のセンスいいかなと思ったんだけど、あれ、あ、選んだ曲のセンスがってことね、曲のセンス、まあまあ、でもどうなんだろう、中地はだからこのハヤプロの中でも圧倒的な音痴さ、あー、でもでもね、中地こういう時強いからね、まあまあまあ、本番に強い男ではあるけどね、大丈夫だったの、2連覇中のカンナさんにかなうか、あ、カンナさん、カンナクリヒロさんがね、今2連覇してるってことでね、いや無理じゃないですかね、はい、ええ、圧倒的に無理だと思う、ほんとに、もうあのうちのマネージャーがもうあの何ね、勝った手であーん予約するって言い出してるからやめた方がいいな、勝った手であーんに予約するから、どこのあーんがいいかね、いやあれだな、俺らの金から出るな、これ、あ、これ危ないな、徴収されるな、賞金な、あるあるけど、これちょっと俺当日頭痛くなる予定だからこれやばいな、どうなるんだろう、だからさ、次ちょっと中地とカラオケ行こうかなと思ってるんですけど、ちょっと空いてるって言われたから、うん、行かない方がいいと思うけどな、ちょっと行って、あの、あいつの、あの、この歌をね、一回聴いてちょっと判断して、まあ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 、ちょっとそこでね、しっかり判断していただいて、本当にどうなのかな、いや、怖いマジで、だから本当に中地さ、歌下手だからな、ちょっと、まあ、あの不安な点はありますけどもね、まあでも、いやで面白いではあると思うから、確実にあいつのことだからやってくれるでしょ、うん、曲線もなんか長地らしいなって感じしたし、うん、長地らしい、うん、いや、まあまあまあ楽しい放送になるんじゃないですかね、うん、大丈夫だと思うよ、デコボコは歌うまいってコウタ君が言ってる、俺は分かんないですね、どうですかね、でも平均ぐらいじゃないですかね、うん、本当に、ね、普通に出せるぐらいですよ、うん、80ぐらいだったら、そうそう、カラオケで80点はまあ軽く出せるぐらい、帰りは何出せます、あのこの一番いい点数で、あのどれぐらい出しました、あ、でも92ぐらいかな、おお、すごいね、何歌ったの、とね、あのヒルクライムの大丈夫、おお、はい、俺が大丈夫って言えば、オンチかやもうむしろうんちだわそれ、ね、今うまいな今うまくないだろ、3ポイント、あ、すごい、 T ポイント3ポイントいただきました、3ポイントあげます、これ何T ポイント制度、ためてバ
バッグを買おうっていう、はい、あバッグ買えるんだ食べたらようわからんシステムですけれども、俺は本当に彼女欲しい急にだねまた、いやでも本当にさ彼女はマジで欲しい。だからもう最近俺もずっとあいみょんの悲しい曲ばっか聴いてから違うできるかやもっといい曲だい、なんか 恋するワクワク的な感じの歌を。いやもうあのあいみょんの、うん、あの恋してる時にモヤモヤしてる気持ちの歌を聴いてもうやんでるやし俺だってそう恋してる時にっていうかこの付き合ってる時にモヤモヤしてる時の歌みたいなのとかね、なるほどね、うん、ちょっとうん、付き合ってもないのに、うん、付き合ってモヤモヤしてる時の歌聴いてる。うわちょっと切ないな。でもあいみょんいいですからね。あいみょんすごくいいマジで、うん、もう大好きマジで今日も流すけど。そうだね。好きな子がいるときにあのポジティブ系の恋愛ソング聞いたら失敗する。おこれキャンさんが言ってるくらいだから本当です、ね、大丈夫です。僕はネガティブな曲しか聴きません。大塚愛のあのさくらんぼであのブーケプレゼントしたら引かれた。それあんたの問題でしょ。どう考えたらないだろう。ブーケブーケプレゼントしたら、ブーケプレゼントするやつなかなかいないよ。いやいいと思うけどな。いやそれがおかしい、それがおかしい。いや誰もがおかしいってわかるよそれ。うん、あなたが悪いよそれは。いいな、世界の中心で愛叫んでるな。世界の中心でも愛叫ばなよ。いいね、それやばいやつだから。俺叫びたいけど普通にな。ええダメです。セックスって言いたいもん。世界の中心でセックスオンザビーチ、セックスセックスセックスオンザビーチって言いたいですね。というわけで以上デコボコトラベリングのビッグスモールでした、はい、また来週。あまだ延長余ってますね。セルフで音楽流してる。ミキサーが口で音楽流してるわ。なんかおもろいなやっぱり。ごちゃごちゃしてんな本当によ。やっぱいいですね。まあまあそんな感じでやってますけど。でもさ、あの最近学園祭も増えてますもんね。またすぐ学園祭ですよ。そうか、もうそろそろそういうシーズンになるもんね。文化祭とか学園祭とかそういうシーズンですよ。どうしますか。どうしますかは分かんないけど、どうしますか。なんか聞いたところによると、今週土曜日文化祭行くらしいですよ、はいはい、僕たち。そうなん。うん。聞いてない聞いてない。いや今日聞いた今日聞いた俺も。そうなんだ、うん、文化祭行くんだ。那覇西高校かな、那覇高校かな。はいはいはい。そうなんだ。なんか文化祭やるらしくて行くらしいですよ。ちょっとそれ楽しみだな。あ帰りはお休みです。あれお休みなんだ僕は。はい今週、はい、帰りはお休みです。僕だけあんの楽しんで行ってきます。いやいやなんでよ。でもさ本当に高校生戻りたくない、みんなでさお化け屋敷とかさいろんなの高校見てたらさ、もうそうだから俺らね、うん、RBC の、 この高校生図鑑っていうのやってるじゃん。それの取材とかも行くとさ、もう高校戻りてーってめっちゃ思う。ね、なんかさ、うん、あれ思うんですけど、あれさお化け屋敷とかいろんな文化祭だったらいろんなの自分たちのクラスでね、決めるところも楽しいですし、ね、やっぱりあのお化け屋敷とかもね、あの放課後から作るじゃないですか。そう、ね、でそうそうそう、結構かかって8時ぐらい先生がドーナツ差し入れるんですよね。ドーナツか分からんけど、まあ、ありがとうっつってまた食べて、またちょっと頑張って、今日だけでは先生まで怒られるから9時までだよっつって、またみんなで音楽聞きながら楽しむっていう。俺もう一回高校行こうかな。ダメです。行こうかな。一回卒業してるからね。高難行ってみようかな。行けるか。こんなレベルでいけるかバカタレが。なんで怒ってるんだ。って言ってますけどね。って言ってますけどねじゃなくて。怖い怖い怖い。だって戻りたいもん。でも戻りたいねめっちゃ本当に。いや本当にマジで高校生活は花だと思うからマジで。そうだね。うん。だって帰りも結構恋愛してきたさ。まあ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 高校は割とね恋愛してきたかなと。いや俺羨ましかった。俺ちゃんと彼女作ればよかった。俺なんていうの彼女作らんキャラみたいなのもやったことあったから。あ、はいはい、もういつもラブラブしとけばよかったなって感じます。はい。はい、まあまあ確かにね、だから高校ってやっぱ青春だからね、うん、そういうのねその時体験しとかないとできないことだからね。そうそうそう。最近全然関係ないけどさ、また関係ない話いく。カメラを止めるな見に行った。気になる、それめっちゃ気になる、その映画やばいやばい。あのさどうなんそれ。これ300万で制作したんですよ。で普通の映画だったらもう何千万ってかかるわけ、ね、そうそう数千万かかるよ、ね、300万でですよ、うん、あんなに面白いとは思わなかった。あそんなにすごい。そう最初さ、うん、カメラを止めるなこうもうノーカットで20分30分くらいノーカットでゾンビとか来てから、うん、それを一生懸命演じてるわけみんな、はいはい、ノーカットだから絶対カットなし、もう一回でもミスったら終わり、うん、はいはい、それやってるんだけどこのゾンビが来たりするんですよね。で、はい、でわーって
シーンとかあったりして、なんかゾンビとかこうキャーって叫ぶシーンとかが結構長かったりするんですよね、途中長かったり、ちょっとなんかあれって思う点はあったんだけど、そのあれって思う点が後からまたあの鍵になる。ああ全部もうそれがフラグになってて、あとは回収されるってこと。そう最初はだからもうこういう300万だから、こういう風にもやっぱり一回でカットしないでこういう風に作られてるんだなとか、なんでいきなりこの人で出てくるのかなとか、全部裏がある。あ全部だからちゃんときっちり全部回収する。へえすごいな。もうこれもうバラしていいですか全部。ダメですダメです、俺ちゃんと映画館で見たいんで。あ、うん、そうですね、じゃあ、うん、オチだけ最後言ってもらう。バカかお前オチ一番言ったらダメだろでもやばい、本当にやばい、うん、いやいいな、でもめっちゃやばいです。いやすごいすごい、俺もずっと気になっててどんな映画かなと思って。これさすがにこれちょっとちっこい映画館で上映するってなってたらしい、最初はね。あ、はいはい、2個だけ映画館で上映して終わるって予定だったのに、さすがにダメだなって思う。これ見てからもしこんなんじゃ抑えられないと、うん、やばい。すごいすごいすごい、ちょっと見よう。全部からくりがある。へえ。しあのもうやばい、全部がすごい。このカメラ撮ってるところの現場とかも最後見せたりするわけ、はい、どうやってこのシーン作ってたとか、はいはい、もう全部やばい全部やばい、見ないと多分これやばい。はあ、いやでも気になるなめっちゃ。本当にやばいぜ、うん、もう本当に全部があれ最後種明かし。ああ楽しいっすねそれ。めっちゃ最初はさあのもう B 級感出てるわですよ、もう、はいはい、出てるんですよ。その程度の映画だなって感じは、ね、そう誰もが作れそうで、あのもう本当になんかみんなちゃんと念入りに演技して1回でカメラ撮ってもノーカットでやって、はいはい、だからちょくちょく本当にああなんかちょっとなんかうさんくさいなとか、はあはあ、そういう全部俺が気になるところ全部回収する。はあすごい、やばいやばい、見た方がいい本当に。いやマジで見に行くわこれ。いつまでやってるの。いつまでかな。まだやってる。いやもうそろそろ。やばいな、もうちょっと見に行かんといけんな。最後さまたすっきりするし、なんか、はいはい、いい映画だなと思う。なんか一致団結してたんだなここで、はいはい、あ最初なんか仲間割り封じだっけ、はいはい、最初ね、うん、仲間割り封じだっけみんな、うん、でも最後実は一致団結みんなして頑張ってたんだなって人は。見ないと分からんこれマジで。ちょっとマジでいい見るよ見よう。もう最近ずっとだからその映画見たくてさ、うん、でも何見ようか全然決まってなくて。でもさあのこの今なんかさこの監督が、うん、あのこういろいろ著作権とかであの裁判な沙汰なってるわけこれ実は。あそうなん。これ作る前に、うん、舞台やってるわけ。このカメラを止めるなじゃなくてこういう風な舞台があったわけ。へーそうなんだ。そういう演出も書いてる人、はいはい、であのその監督が見に行って、あこれ映画したいなって言って舞台のこの演出の人、うん、書いた演出の人に相談したりしてたんだけど、うん、結局連絡来なくてもうこの映画だけやるっていうのが進んでしまって。あそうなんだ。ごたごた起きて。へえそうなんだ、ね、でもさ、うん、舞台は舞台なんだけどやっぱカメラとかもこう位置とかでやっぱ面白さとか違うから、うん、相当違うよね、やっぱ、うん、監督も一応はすごいんだなって思う。いやいやすごいよ、それを形にできるぐらいの力をやっぱ持ってるから、うん、やばいなと思った、うん、300万だぜ。相当すごいマジで。300万もしあれ1000万ぐらいあったらもっとやばかったんだ、うん、っていうことだよな、うん、言ったらな。やばいやばい、本当にすごい。ちょっと楽しみっすね。あ、じゃあ相当ですね。もう本当に君のな、あ、なんだったかな、何かを越したって言ってたもんな。タイタニック越したって言ってたもん。嘘でしょ。タイタニックのこのあれを越したって言ってたよ、はあ、なんか相当じゃないそれって。ボタンが言ってたよ。やっぱそうはあすごい。もう評価も高いっていうぐらいだから。いやちょっと見るしかないなこれは本当に。なんかね本当に心温まる本当に、うん、最後もう本当に見てほしいマジで。見る見るマジで見る。ホラーとこの絆が合体してる、はあ、とあともう本当にお笑い。あーすごい、もういろいろやっぱ入ってんだね。やばいなこれは見に行かないとダメだよ。いやもう絶対見に行く。それもうここまで聞いたら見に行くしかないよね。むしろ見に行くの。落ちようかなと思って言うなよって絶対ラジオ聞いてる人にも相当迷惑だからさ。あそっか、うん、聞いてるのが悪いよ。おいお前それおかしいぞ聞いてもらってありがとうだから。すいません、うん、ありがとうございます。じゃあちょっとね一回それぞれ喋りまくったんで、はい、CM 行きましょうか。行きましょう。じゃあそれでは一旦 CM でーす。
お前でっかいな、お前ちっさいな、デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、CM 明けましてデコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。はい、始まりましたということでね、今ちょっとやっぱツイッターとかインスタグラムとかちょこっと見てたけど、やっぱりなんかラブラブしてるの羨ましいないいよな。そう、俺もさ、だからバイト、ちょっと一回インスタグラム見て、一回あの、うん、このインスタグラムっていろんな人の見れるさね。そうだね、なんかさ、本当にいい、みんななんかいい声してるね、なんかさ、あー、いいよな。はい、いいな、いいな、すごい心の底からのいいなが出てた今俺だってさ、ラブラブしたいもん。いやラブしたいわ、俺だって4年間くらい彼女いないもん。もう31年いないもん。ねえ、もうほんと俺より越してる人がいた童貞どもが嘆いとるわ。いいな、童貞が嘆いとるわ。何、あ、今なんかさ、あれありましたけど、あの企画用意してたんですけど、じゃあ今日は語ろう会にしましょう。じゃあジングルいきましょう。理想の…え、なになに、リョートとキャンの語ろう会。さあ、このコーナーは31歳の童貞と21歳の童貞が語るコーナーとなっております。どんな恋愛をしようかなという素朴な疑問に答えるカイリ君、よろしくお願いします。あ、俺が答えるんだねえねえ、あのさ、うん、まあ僕とキャンさんはもう彼女いない歴が長いんですけども、はいはいはい、あのどれが一番楽しかった、彼女とラブラブしてる時間で、これを僕たち聞きたいです。ああ、難しいな、はいはい、例えば、うん、ホラー映画見るも楽しいさ、はいはい、なんでもいい、なんでもいい、こういうして、いやでもさ、うん、いや結局、うん、結局さ、あの、なんだろう、プルルンプルルン、誰の携帯、お前だろ、俺の携帯、ごめんなさい。まあまあ、でも結局さ、だから、うん、あの、なんだろう、俺がやっぱ思うのは、はいはいはい、結局この付き合いたてがやっぱこうどの中でも一番楽しかった。そうだね、だってさ、何もかもが新鮮だもんね。手つなぐにしろ、このことは初めてだしね。そうそうそう、だずっと覚えてるのがというか、うん、そのまあこのね、こう結構昔の記憶だったとしてもずっと覚えてるの、あ、うん、まあ絶対に覚えるのは初キスよね。そうだよな、初めての中はやっぱ絶対覚えてる。眠れない夜ですよね、初めての中ね、はい、うん、初めての終わっていいですか、このコーナー終わっていいですか、もう。いやいやいや、もう始まったのでねあの全部ミキサーがあの陣取ってるので終われません。すごい大変なことになってるわ楽しそうだなミキサーのキャンさん楽しそうだなえへ、じゃねえよ。キャンさんはどんなことしてみたいですか。あー、どんなことしてみたい、やっぱりセックス。いいいいじゃねえよおい、童貞が一番言いそうなセリフナンバーワンだろそれ。童貞なのにねえ、童貞だから仕方なんだお前、童貞なのに、童貞だぞお前でした。悪かったな、童貞でした。お前なんかにニトリのカーテンみたいなの着やがって、お前最高だな。どういうことだろそれっていう感じでやってますけど。いやでもね、他にもさ、だからプリクラ、プリクラ撮った、プリクラ撮った、プリクラは撮るよね、それはもちろん。プリクラもいいな、俺プリクラでキスしてみたいもん。プリクラでキスいいよ、めっちゃいいよな。でもやっぱさ、あの最初は難しいからさ、なんかもうちょっとさ、ウイウイしい感じになっちゃうわけよ。あー、プリクラ、うん、でもさ、プリクラってさ、結局焦るさ、そう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 、だから時間決まってるから、チュー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 、だからそのチューの感じがすごいウイウイしい感じになるわけよね、最初の頃は。勃起してきた、勃起すんなやば。だからそのウイウイしい感じのやつとかさ、まあまあ持ってるじゃんそれ、うん、もう知ってるじゃんその付き合ってる間って、うん、そういうのを見て、なんかそのさ、初心に思い出してさ、ちょっと楽しい、なんかこの、あ、こんなにあったよねっつってさ、キャッキャッって喋るのもさ、楽しいしさ、わかるわかる、そうそう、なんかさ、だからさ、なんて言えばいいんだろうな、まあだからそっからどん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 さ、だからプリクラに移るのも上手くなっていってさ、そういうちょっとそういう感じで見せれるようになってくるのも、またこの成長というかね、お互いのそのなんか付き合ってくる期間が長くなった上でのことだから、その歴史を振り返るのもすごい楽しいし、俺これもいいと思う。カイリ、あの居酒屋行ってみんなでどんちゃん騒ぎするさね、はいはい、でお酒飲んでます、はい、だから運転できません、うん、彼女が迎えに来て、また彼女と二次会、あー、もうすごくいいね、ちょっとあの、うん、彼女が迎えに来てくれて、 ありがとうって喋りながら、ちょっとどっかもうや
どうした急に恋したいよお母さん。まあそうね、まあ、恋したいんですけど、うん、今の話付き合ったことないから全部わかんない。あわかるわその気持ち。いや俺逆パターンはだからあったわけよ。そのあ俺が迎えに行ってそのまま二次会行くみたいな。彼女が寄ってて、もう彼女はそうそうそう居酒屋で乗ってて、ね、で、そうそうそう迎えに行ってっていうのはあったけど、うん、いいね。あこれいいね。いやだからすごくいいわけよ。だからやっぱあっちはね割とちょっと酔っ払ってるじゃん、うん、でまあ車乗せるじゃん二人なるじゃん、うん、で運転してたらあっちがもう結構出れてきて会いたかったみたいな感じで言ってきたりして。わかる、あの帰る、これわかる、うん、女子会とかさやったら会いたくなる。そう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 らしいよね。そしたら彼氏のこととかも言うから余計会いたくなる、うん、なんだおい。でそうだからもうすっごい、 いいね、そういう時はすごい。まあ、うん、俺の付き合ってる彼女ってさ、うん、もう今まで全部なんだけど、うん、基本出れないわけあんまり。そうだね、カイリーの彼女って言ったらちょっとねツンツンしてる感じが、ツンツンしてる感じするもんね。でもなんかちょっとしたところでやるっていうの最高。あのこうやるっていうあのこの甘えるっていうのは、そういつも甘えたらねそりゃね、まあ、まあまあなんかあれだもんね。そうだからそのたまにミスる甘えというかデレがねすごく好きでさ、またお酒酔った時のデレが最高だな。めっちゃちょ本当にこれはいいですマジで。うん、あのお酒酔った時の彼女のデレほど可愛いもんはないから。おマジで別れたやつが言っとるぞ。おやめろやめろ、誰が聞いたのは。一度失恋してるやつが言ってるぞ。おいクソ童貞どもが言ってるぞ。ごめんなさい、すいませんでした。すいません先輩、経験もないやつらがよ。先輩すいません。先生だ、うん、すいませんでもいいよねこれね。そうそうそう、だからすっごいいいんだよね。だからその酔っ払った時のデレ感とかさ、くっついてくる感じっていうのは、うん、もうすごいやっぱ愛おしく思っちゃうわけ。俺さあの聞いてほしい歌があるんだけど、ロンリーガールっていうあのレゲエの歌があるんだけど、はいはい、シーザロンリーが会えないのは俺も辛いよっていう曲の中で、はい、あの明日はどうしても仕事なんだけど、はいはい、仕事だからって言ったらちょっとふてくらされたあの顔するっていう。ああもうすごくいいねそれ。それはしょうがない、明日だって仕事だもんって言って、じゃあしょうがないみたいな、こういう俺やってみたい。誰かもうキャバ嬢でいいからお金払ってやめだろ。おい金で女を買うな。こういうシーンやってって、はい一番。それ金で買ってやってもさ、そうだね、あの虚しいだけ、虚しいだけだな、うん、あそから一人でな、そう悲しくなるだけよ、悲しくなるだけ、うん、ダメだ。でもこういうことある帰りは、あ俺はいつもまあまああったあった一応。だからその俺はだから稽古があるからとか、うん、ライブだからっつって、そうだね、どうしても夜からだもんな、夜ちょっとだけしか会えない時とか、まあそれはもろ結構まあってか普通そ基本がそんなんだけ、うん、分かる分かる、会える基本がもう、うん、夜遅くにちょっとの時間、うんうん、あー分かるわ。だからもうちょっと時間あって、あじゃあもう明日学校だからとか、明日ライブだからとか、明日稽古あるからっつって帰ろうとするときに、あ本当はもうちょっと一緒にいたかったなってたまに言ってくれる時がね、これいいねキュンキュンするね、すっごいもう、うん、あのさ芸能人とかってさ結構いいなって思うのが、うん、まあ僕、はい、我々とは違うさ、もう上の芸人、まあまあまあそうだね、週刊文春とかずっといるさ、うん、だからもう付き合ってるってことを他の芸能人さんにもどこでも出るかわからんか言わんさ、ね、だから普通にいつも会ってんのに挨拶するみたいな、あこんにちは、よろしくお願いします、はいはい、付き合ってないように見せるためにね、付き合ってないように、こういうのなんかキュンキュンする。なんかベッキーであったと思う、ベッキー、はあはあ、なんかちょっと YouTube に載ってるんだけど、付き合ってたんだけど、だからカメラが回ってて、ベッキーがたまたまいた風なになってて、はいはい、あこんにちはって言って、あどうもどうもって、ゲスの極みの人、はいはい、ゲス極ね、ゲス極の人が、あそうこれこれ俺好きなの、これ。ああ、さっき言ってた。そうそうそう。ちょっと聞いてほしい。あ、これ流れてます、ツイキャス。大丈夫ですか？ツイキャスには流れてない。流れてない。うん。はいはい。ちょっと、ねまあ、今聞いてほしい。ちょうどその。イエーイ、ディディマン単身生、イエーイ、おイエーイ。この歌好きなの、俺レゲエなんだけど、これ。はいはいはい。おイエーイ、おイエーイ、カバー曲もやってるぐらいだ。なんだっけ、なんて曲だっけ、ロンリーガール、ロンリーガール、皆さんもぜひよかったら今聞いてください、ツイキャスの方とか、ね、ロンリーガールっていう曲ね、でここの歌ね、はいはい、おやいシザロンリーが会えないのは俺も辛いよ、おうえシザロンリーが明日の朝メールを、多分今仕事行ってるんだ、はいはいはい、シザロンリーが君のために歌を歌うよ、Oh yeah, she's the lonely,
シーザロン、ここからなんですけど、シーザロンリーガー、今日行くダンスは遠いから、夜は会えないって言ったら、君は拗ねて口尖らせた、なんて可愛いんだ、心が揺れました、会えないのは今日だけだから、明日の…これいいんじゃ？めっちゃいい。ありがとうございます、キャンさん。ロンリーガー聞いてください。あ、今ね、そのツイキャスのコメントでも。これいいっすよね。いやめっちゃいいな、ちょっと。なんかダンス、明日のダンスあるから、どうしてもいないんだけどって言ったら、ちょっと口尖らせて、尖らせたのが、ま、見てくれて。やだ、もう本当に恋したい、誰か。いやめっちゃいいな、なんかそう、そういうのがさ、とってもとってもいいよ、本当に。あの付き合ってから俺レゲエ好きなのよね。はいはいはい。いや、あのね、やっぱさ、付き合ってる時の醍醐味ってさ、うん、だからさ、か他の人に見せない可愛い部分を自分が見れるってところが一番、うん、友達とかにもね、見せない部分がちゃんとあるっていうのがいいですよね。まあ、そこを一番知ってるのが自分っていうところが、ね、本当すごくいいね、いいところというか、まあ優越感に浸れるし、うん、なんかそのもうな、愛おしく思う瞬間だと思うわけよ。そうだね、これいいですね。うん、そうそうそう、だからこういうのいいっしょ。だからこういう恋愛もね、うん、だからそういうのをね、もうできるだけ早く君らにも経験してほしいなと思ってるんだけど、なんか こっちだけモザイクすることできないできないだろ。できないか。でもさ、あの高校の時さ、俺が一番おすすめするのが、はいはい、高校3年生の時、はいはい、5月ぐらいに付き合ったらいいと思う俺。おう、なんでなんで、なんでっていうと、うん、まずもうあと1年しかない、はいはい、うん、で5月ぐらいに付き合ったらですよ、まあ夏だからね、いろんなところ、まず祭りとかも行けます、はいはい、文化祭もあります、はいはい、文化祭もあって、次なんといっても車取れるから、ま、楽しめる。この半年はだからバスでいろんなところ行きます、まあ遠くてもだから、うるましだったらライカムなーとか、でももうこうちょっと飽きてきた、半年飽きてきた頃によ、デートとかいろんなところ、うん、もういいやってなった頃にもう車取れるから、また楽しみ方違う。あ、まあ確かにそれは思うか。でもね、進路とか忙しい時期だからね。大丈夫、中のはそんなだよ、おいやめろお前高校3年の5月振られたなーシーザロンリーガーそういう時の歌じゃないからね。アスカちゃん来ました、こんばんは、はい、ヒカルさんも来てくれてますね。ヒカルさんありがとうございます、遅れました、こんばんは、山梨県RN ヒカルですということで、ありがとうございます。ヒカルさん、そうだよ、山梨県から聞いてくれてますから ね、皆さんどういう恋してますか。なんかね、失恋でもいいですから教えてください。失恋でもいいですからって、失恋でも何でもいいですのでね、教えてください。まあ、よかったら皆さん恋愛エピソード的なものを送っていただければ嬉しいですね。でもさ、なんか 俺思うのははい、はい、なんか神様ってすごいなって思う。あ、別に宗教とかじゃない。分かる分かる。この子可愛いなって思った時期があったんですよ。はいはい、そしたら1週間後にたまたまよ、あ、ちょっとだけ休憩しようやさって思って、コンビニにもう分からん、うん、どこかも分からんコンビニに止めて、はいはい、あ、こっちコンビニあったんだと思って、で止めて、で携帯直って隣見たらその子いた、っていうこととか俺結構ある、マジでマジで。うん、でなんかあるんだよね俺だから。そう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 、はーはー、あるんですよ。だから俺も元カノ、はいはい、最近の元カノ、はいはい、もうこの子可愛いなって思って、うん、で俺その時俺もうあ芸能活動やってたから、はいはい、あの高校生の時、はい、だから那覇行って帰りにたまたまバスだから具志川のちょっとコンビニ寄ったらその子いたばよ。そう、会ったこともない、あ、もう話したこともないし、だから、はいはい、連絡とかも取ってないから、はあはあ、いや、なんかあるんだろうな、恋って何かしら。まあまあ確かあるんだろうね、うん、なんかそういうなんかつながりを持つっていうなんか運命の意図的なね。あ、ヒカルさんが教えてくれました、 RN はラジオネーム。あー、そっか、そういう意味か、うん、ごめんなさい、もうポンコツなんで、ポンコツリンリンなのでごめんなさいね。リンリンは何？ポンコツリンリン、リンリンは何？リンリンはなんかわからない、鈴ついてんの？うん、リンリンえ、うんじゃないだろね、まあまあまあ、いいね、だってさ、でもさ、沖縄なんだけど、うん、これさ、石垣とか宮古とかどういう感じなのかな、デートとかね。気になるね。もう島的、まあでも海とかだろうね、やっぱり。あ、いいね、うん、俺も魚取って2人で、女村の時は付き合ってた時は2人で盛りついて魚取って、やってないですよ。なんか木の枝で刺してから一緒にあのライターで火つけてね。うんじゃないよ、なんか何うーんってうーんって何いやいやいや、おかしいだろあれ、狩吉58のさ、恋の歌だったかな、はいはい、なんて恋歌だったかな、
いい歌だよ、そうなんだ、58の歌も、はい、これもあの PV もいい歌なんですよ、はいはい、あのカリウシ58の何だったかな、聞いてください、俺カリウシ58今こういう歌だ、こういう歌っていう曲、こういう歌、あ、いい歌、よかったらじゃあ皆さん聞いてください、これね、またこれ島のあの話なんだけど、だから学校も少ないから、はいはい、もう本当にね、お前も分かるでしょ、なんか中泊まりもちょっとしかいなかったでしょ、ちょっとしかいないからずっともう一クラスでね、そう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 、10年近く一緒にいた、だからもっと千葉だったらもう小学生高校生もさまざま、もう人いっぱい、まあまあ そうですね、そんな少ないからね、でたまたまだから同級生男の子と女の子2人しかいなくてみたいな、そのなんか島の恋愛も最高だなって思いますよ ね、うんうん、さあ、いい、まあまあいろいろ喋ってきましたけども、まあ、曲の話でね、僕もちょっと今日まあご紹介した曲ありまして、お、皆さん聴いていただきたいなと思いますので、はいはいはい、ね、あいみょんの曲なんですけれども僕がハマってるね、あいみょん好きだな、帰りは、あの強がりましたっていう曲、あー強がりましたって曲も、なんかもう名前の通りですよ、この強がりましたってタイトルだけなんか思い浮かべられますね。そうだ、うん、あいみょんはね、官能小説が大好きらしくて、あー、あ、まあわからない方で言ったらエロい小説で、まあ、まあ簡単に言ったらね、でも官能小説って結構ねあれですもんね、うん、独特ですもんね、そうそう、言い方とかも、だからそういうのからやっぱこのあいみょんのそのね言い回しとか来てるのかなと思って、すごい、うん、いいですね、あの歌詞がとっても僕好きなので、よかったら皆さん聞いてください、 お願いします、フリ、それでは聞いていただきましょう、あいみょんで強がりました、うん、うん、やめて、うん、ずっとうんだけど、うんだけどずっと聞こえてくる、ずっと耳元でうん聞こえてくる、恋したい、ちょっとどうした方がいいかなと思って、めっちゃいいとこわかんねえわ、いやマジでこのいい、これいいんだよな、強がりました、恋愛したいですね、社会人になると難しいよ、難しいですね、本当に、高校生は本当に今まで恋愛しといた方がいいよって俺思うよ、うん、マジで、うん、一途なのもいいけど、一途でも損しかしない、そうだね、そうですよね、確かに、恋してた時のあの感情を取り戻したい。いいねー。キュンキュンしたい。キュンキュンしましょうよ。いつになっても。でもそうなんだよな。なんかどうなんだろうな。恋愛ってなんか俺ももうちょっと最近恋愛が分からなくなってきましたよ。恋愛って難しいもんな。でも大学生ラストチャンスよ。そうなんですよね。でも大学生の時こそやっぱりね。本当に単純接触効果ってあるんだなって思う。いやまあ確かに確かにそれめっちゃあります。気になってる女の子がいると、あ、この子可愛いなって思ったら意外と共通点多くて、あーキラを取ってたりとかすると、なるほど、いるみたいな、めっちゃそれ思います。こっちにもいるしって思ったら、心理なんでそういうのをなんかもう論理的に学んでしまうんで全部、恋してそれを分かっちゃったらそれが恋まで発展しないんですよね。恋までそれがあの論理的に分かってない人は、ね、うん、ちょっと恋かなって勘違いして、それが恋になることありますけど、まあね、いろいろありますもんね、論理的に知っちゃうと、なんかあ、これはこうなんだって思っちゃうと冷めちゃうんですよね。この前言ってたあの吊り橋効果にかかる人かかるか、あ、はいはいはい、そう、そんな感じで、そう、そんな感じで、そうって、やっぱ分かっちゃうとね、ダメなんだよな、難しいね、あの頭がいい人はだから恋愛しづらいんです。それ全部論理的に考えちゃうから。いや恋愛
して。恋愛したい。高校生の時、恋愛したすぎてから、もう恋愛ボットをツイッターでフォローしてたな。いやでも俺もめっちゃ見てたよ。だからその、なんかそのキャラクターの名前で、なんかめっちゃそういうのつぶやいてたのかな。わかる。スヌーピーみたいなやつ。わかるわかる。いいよな、一応。そういうのめっちゃ見てたもん。フォローはしないけど、誰かがリツイートしてきたら、それをタップして、そいつがつぶやいてるのめっちゃ見るって。わかる、めっちゃわかる。やってるなぁ。あ、でもひどいもんだよ、いる人間。あ、ヒカルさん来てます。実は明日 iPhone8 を電波不良のためドコモに修理依頼することになっちゃった。県外になるのよ。そうなんですね。じゃあもう早めに修理した方がいいっすね。また新しく出るらしいですね、iPhone ね。あ、そうそうそう、9月のね、何日だっけな。うちの友達がドコモの子で、そう言ってたら。そうそうそう、毎年ね、9月にこの、アップルがね、発表会をやるんですよね。俺もそれをちょっと買おうかなと思って。発表が近いんですよね。そうや、タイ結構経つもんね、またね。もう2年だから。早いな、でも2年も経つんだね、やっぱね。これ iPhone7 だから。1、2、3、4、5、6、7、7か。これ H。8ね。H。ABCD だからそれ。1、2、3、4で数えないよ。これ変にこだわって、アンチアップルだったから、結局使うことなかったな。こだわってますね。あ、俺チャック開いてた。今気づく。iPod が好きじゃなかったの。ああ、なるほどね。イコライザー最初の頃いじれなくて、はいはい、イコライザーって低音高音とかが、はいはい、自分で押し使えれないから、それが嫌いで、別のメーカー使ってて。アップルを、半アップル。そう、その時からもうちょっと半アップルな感じが芽生えて。はいはい、でも今アップルすごくないですか。アップルすごいな。まあ、アップルが一番わかりやすいからね、うん、一番何より、もうちょっと始めて、あと20秒くらい。一番何よりって言ったらやっぱ iPhone についてくるシールがすごいですよね、うん、あれわざとっていう、うん、らしいね、うん、じゃあよし、5秒前デコカイリです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール、はい、CM 明けましてデコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。はい、生でお送りしております。生でお送りしております。もうこんな時間なの。いや、もうあと3分ですよ。やば、はい、俺これ終わったらだからお前のコーナー行くのかなと思った。いやいや、もうこんな時間、もう今日いっぱい喋っちゃったんで、ね、やばさよ、はい、早っ。いや、いいです。はなはなとかにしないでください。やめてください。はい、やろうとしてるの分かってました。絶対この人はなはなに従ってるなっていう感じが、もうひしひしと顔に書いてある。はなはなって顔に書いてあるもん。もう帰りをやった時に結局ね、はなはな。いや違うわ、そこなんか違えよ。だったら1個しかない、はなだけだろ。あーじゃねえよ。あーじゃ、なんだそれ。ベーターさんが来てますね。延長ってことしないです。やります。あれ、しないです。やります。しないです。園長、園長、はい、園長はしないです。今日は、今日は適当。いや、もうこんな時間か。いや、もう皆さん本当にね、さまざまな恋愛について話していきましたけど、来週からもね、恋愛ラジオということで恋愛についていい、ね、話していきたいと思いますので、さまざまな恋愛感などお待ちしております。メッセージでね。最近全然関係ないんだけど、ヤンキーの子に声かけられること多いやつさ。なんで？わかんない。怖くね、なんか。もうめっちゃ声かけられる。ヤンキー声かけられた人萎縮しちゃうな。怖い。はい。一部にモテるんだけど。お。みんなこんぐらいの身長なんだよね。お盆の時とかに来る子供じゃないですか、それも。めっちゃ小さいな。こう、めっちゃ。の半分ぐらいね。ね、俺の半分、わかりやすい。両都の半分ぐらいの人が。だいたいスイカ本3個分。それモテるって言わないんじゃない、もう。もう。スイカ2個分ぐらいか。違うよ、多分。え？スイカ2個分ぐらいってことですね、分かりやすく言った。分からないな。スイカ2個分ぐらい。スイカ2個分でも多分その大きさにならないな。だとしたら、あれで赤ちゃんとかに好かれてることになるから。あ、そっか。うん、まあまあまあ、人それぞれですからね。なんだもそれ。まあまあ、皆さんね、あと1分ぐらいですかね。とりあえず、じゃあ告知。今週土曜日、お笑い劇場ありますので、ぜひ、
見に来てください、はい、お願いします、はい、もしかしたらペイチン来るかもよ、はい、来るかもよってことで、デコボコトラベリングってね言ってくれたら前売り料金で入れますんで、はい、お願いします、デコボコの予約ですって言ってください、はい、というわけでね、じゃあ皆さん本日も1時間ありがとうございました。ありがとうございました、お相手はデコボコトラベリングの帰りとリョートでお送りしました。バイバイバイビー。あ、トワイス出てたね。トワイスじゃなくてトワイスですね。トワイスじゃない、トの間にちっちゃいトとはないトワイスじゃない、ちっちゃい意味でトワイスでお願いします。うん、まあ、本当は英語表記で TWICE なんですけど、ね、ちゃんと分かってる、はい、うん、TWICE ですよね。もう終わり、アラフィフのおっさんが朝までクラブなのにっていう、すごいな、クラブいいな、はい、楽しそう。もシュプリームさんはね、年齢とか気にしないおっさんじゃないんだもん、うん、なんか妖精とか、あ、俺と一緒だ一緒だっていやー、セックスオンザビーチ飲みたいな。いいな、飲んでみたら俺。セックスオンザビーチってどんな味するんですかね。セックスよ、トロピカルな感じです。あ、フルーツカクテルに近いよ。まあ、いろいろ変わるらしいですけどね、作る人に。そうなんだ、やっぱ俺はセックスオンザビーチってこれを言えばそれがそうなんだって、あるバーテンダーさんが言ってました。どのバーテンダーも言いそうだな、それ誰もが言いそうだな。セックス、セックス、セックスオンザビーチ。ビッチって言った今、セックスビッチって言った。いや、うんじゃないよ。セックス、ただの下ネタだよ。セックスしたい。セックス願望やし、お前のお前の願望やし、それいやいや、ヒカルさん大丈夫です、次から気をつけてくれれば、はい、いやでも、そうだな、俺ももう、ここ1年以上セックスしてないからな。あ、シュプリームさんが言ってます、浮気調査はラボホに2回入ったら黒だってって1回で黒だろいや、1回目で黒だろ、何言ってる。あ、ヨナミネさんもいいこと言ってますね、セックスで作ったコーヒーっていうタイトルの英文ありますよね。いやいや、知らないんですけど。確かに、気持ちはわかりますよ。いや、気持ち、どういう気持ちあれを、いや真面目に彼女欲しいから騒がそう。まあ、そういった早い1年以上経ちます。俺一回さ、余興でやってみたいことがあるから早く結婚してもらっていい？バカなのお前は早く結婚してもらっていいって。そうそう、早くなら結婚式の二次会で女捕まえるから早くして。いやいやいや、どういうことよ、こいつらやばい。これさ、だから余興の時、次は相方のデコボコトラベリングリョートさんです、お願いしますっつってこう幕が上がるさ、したら、うん、幕上がった瞬間俺が全裸で、ね、はーって言って吐けるで、ありがとうございましたってあの、いやいやいや、じゃあ呼びます、じゃあ呼びます、これ二次会の声とか、はい、読んでください。ぜひお二人読んでください。それは読むかもしれない。読むんだよ。日テレ系映らないですけど、でもね、あのツイッターとかに流れてくるんで、いっぱい見れますよ、それは。いやー、まあ、そうだね。もう早く結婚したいな、マジで。うん、とりあえず、早く彼女を見つけたいと思いますので。いや、稽古はラジオの前に行ってきたよ、あすかちゃん。あと30秒ぐらいか。まあ、この後ね、ちょっとネタ合わせて。ということで、すみません。しっかり夜も休んでくださいね。じゃあ、皆さん、あと10秒くらいかな。おやすみなさい。今日もありがとう。来週も来てくれ。バイビー。はい、声を送って。送るなよ、絶対。じゃあねー。キャナちょっと動画を撮ってほしくて、はい、いいですよ、あの僕らの、あ、やばい明日ネタ見せ来る？明日がちょっとネタ厳しい感じがするんだよね。明日ネタ見せだけだよね。あ、ネタ見せだけ。
忙しくてさ何年くらいかなでやってから、やってもらってからやってみようか2018の9の12直したところ一回ちょっと確認しながら合わせる